はい、皆さんこんにちは。ドッグトレーナープリンパパです。今回は、質問にお答えします。暑い時のワンちゃんの運動とか散歩はどうしたらいいですか、というようなご質問がちょこちょこあります。まず、まあこの暑い時期、これから梅雨、そして梅雨明けになると真夏ということで、ワンちゃんの運動や散歩に大変まあ皆さん、苦労されるとは思うんですが、どうか何か毎日しなければならないとか、いっぱい発散させなければならないとか、そういうなんか飼い主さんのなんかどうしてもやらなければならないとかいうような気持ちはちょっと横に置いてた方がいいのではないかなと思います。そういうなんか毎日とかたくさんいっぱいやってあげようとかいうような何か義務感はちょっと置いといた方がいいかなと思います。まあ無理せずね、できる時にやる、まあ、週末の休みであったりとか、まあ私がおすすめするのは早朝であったりですよね。夕方とか夜になるとまあ日も沈んできて風もちょっと吹いて涼しいような感じはするんですが、これからもう蒸し暑い時期になってくると、まあ、終日が25度を下回らない、終日熱帯夜、熱帯終日みたいな感じになるので、夜間だからとか夕方だからとか曇ってるからとかいうような過信はせずして、気温だけではなくて湿度も十分気をつけてあげて、ワンちゃんの運動、散歩をしてあげてください。何かもう走らせたりとかできないような時は、過去の動画で鳥獣犬を育てるとかいうところに足腰を鍛えるようなヒントもあります。また先日はノーズタッチトレーニングといって、鼻、臭気ですよね、を使ったトレーニングもあります。まあ運動できない代わりに、ちょっと室内でそういうゲーム感覚にやってみようよとか、ノーズタッチトレーニング、またはフードをどっかに隠して、さあ宝探しゲームだとかいうような感じで、ちょっと気持ち、頭もリフレッシュできるような心遣いをして真夏を過ごしたらどうかなと思います。決して無理せずに、これからワンちゃんのために、まあちょっとまあ気楽な気持ちでいっぱい運動しなければというようなところは、さっき言いましたようにちょっと横に置いといて取り組んでいったらいかがかなと思います。過去の動画でもさっき言いました、いろいろなトレーニングのヒントがあったりとかしますので、過去動画チェックもよろしくお願いします。このチャンネルではこのようにワンちゃんのため、飼い主さんのために何かいいアドバイス、ヒントになればなと思うようなことを随時配信していっています。よかったらグッドボタン、またチャンネル登録をしていただいて、今後の配信をお楽しみください。今回はご質問にお答えしました。ではまたよろしくお願いします。